はい、どうも皆さんこんばんは。それでは、ゴーストオブ対馬続きやっていきましょう。ただいま。何？襲われてんの今。ナウで。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロード殿。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。お叔父上が自由になれば、皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。どうだろうな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。で、タカさんのとこに行けばいいのかな。よいしょ。ユナとカジバに行け。なんか話ある？ユナさん話ないんだったら俺ショートカットしちゃうんだけど。石村様を助けるのに、もう見つかった見つかった。石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くだされ。確かに。一人の弓取りとヤモメの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあキャラは薄いけどな。人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。バカに会って話は後で。はーい。打ち終わりました。あ、できた？お待たせしてすみません。いや、いいんだよ別に。多分この段階で縄の先にサブミッション系のあれを終わらしておけって話なんだろうね。役立つかと。丈夫なのか？手前で試しました。オオサメを鍵縄です。良いものだな。借りができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジン、どこにいる？あ、来た。龍蔵。キャラの薄い男が来た。何しに来たんだあの野郎。出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。なんだよ、うるせえな。そこを探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。お叔父上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。おじごも囚われのままだぞ。場所は八立て砦の近くだ。よし、わかった。策を考えてみよう。ジンの道、鍵縄。これはね、鍵縄の使い方を教えてくれるチュートリアルみたいな感じじゃなかったかな、多分。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか？ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ？戦えるやつはまだ残ってる。近くの四辻で待たせてんだ。足りると良いがな。折り座るよな、結局普通のやり方だと。早く行けよ、邪魔くせえな龍蔵。お前が行かなきゃ俺が行けないんで。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。使えねえ。たのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？武家笠衆使えねえ。猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ？好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ、それがどうかしたのか？覚えてるか？武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で打ってきて腕が折れかけたぞ。加減できなかったんだ。悪いな。誰もが気づいただろう。だからって本気で打つか？負けるわけにはいかなかった。俺ごときにってことか？そうは言っておらん。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。くだらねえプライドがあんだよな。
なぜ早く言わなかった？なんでだろうな。なんかさ、なんかボロクソに文句言うくせにさ、くだらないプライドだけあるよね。お前はベジータか。お前、お松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か？え、キモ笑い方。なんだこのフリーザ。フリーザじゃないや、ベジータ。腹立つ。なんだこのベジータ。なんプライドだけで、プライドと口先だけのやつなんて大して楽に立たないんだから。フュージョンかポタラの素材になるだけなんだから。まったく。ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな、あいつら。逃げただと？俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだ奴はいても、逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたいものは？難しいね。でもどういう状況でもガシが一番嫌だって聞くからな。時期暗くなる。出発はできそうか？手立ては道中で話そう。どっち、そっち行くの？よし、どうしてめえら行くぞ。どいて、話聞かないといけないからさ。で、移動しながら夜になるの待ちか。あれか、なんか燃えてね。あれ、ちょっと待って、盾取りでってさ、この辺のやつだよね。あー、覚えてる覚えてる。ここ、そっか、ストーリーで来るから攻略できなかったんだな。ここも前の役だろ。うん、砦に入る道は一つだが、守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。この辺登るさなんだけど。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば呪しを上げる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。前が立てろよ。熱くな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。死なねえ。お前と一緒にすんな。俺は強いんだぞ。そこそこ。人並みには。多分。飛び越えられぬか。よいしょ。そうそうそう。こうやって鍵縄で、ほら。フックショットみたいな。で、こういう壁も登っていけるっていう。これは使い手があるな。よいしょ。あー、マジでね、楽しいよこれ。なんかホタル鳴いてるけど、多分拠点の中だろうな。あとにしよう。よいしょよいしょ。いや、こわ、これ。前の岩場に落ちれそうだ。やばくねこれ。結構高いもんな。人が落ちたら死ぬ高さだもんな、もうすでに。よいしょ。えい。んで、こっち。よいしょ。いや、もういつ落ちるかヒヤヒヤもんだろう、あんな木なんか。よいしょ。これだって折れてもおかしくないわけだもんな。おわ。いや、マジ高すげえよな。使いこなせてるジンさんも大概だけど、高すげえよな。よいしょ。はい、登りきった。すげえ、まさしはどこだ。ヤギを本当に当たっておる。檻は散らばっているようだな。
檻、あそこに2つだろう。どうやって動こうかね。よいしょ。これで上の移動が楽なんだよな。よいしょ。本当にジンさんにしかできない芸当だけど。よいしょ。よいしょ。とりあえず呼ばれる前にやっちゃう。で、檻の方を、まあ一番最初っていうか、最初から見えてる檻の方に、馬鹿正直に行って、クマー一目でわかる、クマや、あれ。あれ、クマや。ジン、あれ、くすげかさしゅうやない。クマや。使いにくいなこいつ。例えば月の方解放してんだから使えばいいのに。何やってんだろうこの人。このゲームだったら肩効くんだから、ちゃんと。痛い。見づらいし、適度に見づらいし。OK。あ、俺そこのクマやりたい。矢がないわ。また矢がないわ。ハウでやれるかな。ダメそう。いやー殺されるー。やめて殺される。へい、ね、ちょっと手が滑ったわ。矢があれば苦労すらしないんだけど。あ、死んだ。あとどめ刺された。ちょっと待ってね、おかしいな。俺2パートため撮りしてるから下手になるなんてことないんだけど。よいしょ。これ火の矢はここで拾ってる気がしたんだけどな。お、回収しなかったもん。よいしょ。おいよ。へい。これさ、多分俺一回も見せたことない気がする。さあ、こう反対側に敵いるじゃん。こう障子越しからさ、あれできなかったわ。なんか距離が微妙に遠かったな。障子越しにブスッといけるんだけどさ、本来はね。よっ、やべ、蜂出しちゃったせいで俺あそこ近づけないんだけど。どうしてくれよ。出すか。よし。あれ、いないよ。クマ、いないよ。助けに来てくれると思ってた。ここもいるのか。いるな。なんで気づいてないんやろ。間抜けすぎるやろ。おやすみ。登ってこんでええよ。
あ、バカ。あぶんな。ちょっとさ、不注意すぎるよね。わ？そもそもジンさん一人でいい説ないかな、やっぱり。そもそも一人でいい説ないかな。あーでも月の方あれかな、切り返しは早いかもしんないね、多少ね。でその三角強攻撃も出が早いから安いのかな。俺うん、の方使いづらく感じるんで、水が一番、マジで水と風が一番だって使いやすいもん、シンプルだもん。よいしょよいしょ、よいしょ、はい、あ、ミスった。あ、いった、待って、はいはい、オッケーよ、よいしょ。でこいつら相手にするときはもうこうやって蹴っ飛ばせばいい。一人で無双しすぎやろ本当に。マジ三国無双とかその息。あと一個どこにあるんだろうね、ボックス。ブっていうか捕虜が入ってると。お前ら邪魔だな、俺の周りうろる。あれ俺どこであれなった。なんかホタルが鳴ってるんだけど、どこなのかがわからない。てかまあいいや、この探索は本当に後でやろう。からでしょ、これクマでしょ。この檻は違った、エリュー水ともわかるわ。あ、この檻は違ったってそういうことか。ごめん、見ても分かってない人いたわ。あれどこ、あやったわ。え、なんかあと檻っぽい檻あったっけ。あと2人くらいいいんじゃね、これか。あれどこだろう、途中檻なんかあった、あれかな？あ、これだ。数字のようだな。ごめんな、無視してたわ。龍像を入れよう。のろし。ていうかもうほぼ全滅してる気がするんだけど。気のせい？俺の気のせい？てか、のろし上げたら、もう固定来ない。よし、龍像、いつでも来い。門を上げねば。いきまーす。よいしょ。あ、なんだ、こっちにも門戸スペースあんのか。お邪魔ーん。この斧、陣を勝ち取れ。はい、と。ふざけんな。来ないだ。やべえ、こんだけ人数いると区内も意味ねえわ。区内で数減らすところから始めないといけない。痛いよバカバカ、この野郎バカ。よし、あ、終わった。
よいしょ。俺は雑魚狩りするからお前ら任すわ。人数いるしさ、俺たまに味方切っちゃうしさ。へい。マジでたまに味方切るのだけはよくわかんないんだよね。あれは何が原因で俺は叩き切っちゃってる。来てくれると信じてました。やば、みんな頭に俺言ってる。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです負けちまった酒は持ってきたよな一体どういうことだ、さっぱり意味がわからねえ。どうした、どうした。モーコはうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ、拷問もなしだ。え、そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのよ。まあどうだろう。アーンさんは無益な殺生嫌いな気がするんだよな。下にいるゴミどもがさ、人殺し大好きなんだ。アーンさん自体はそんなに人殺しを求めてるようには思えないよね。よし、てめえら馬に乗れ。小松でユナに会わなければ。相変わらず馬体が綺麗だね。ノップは、ノップ綺麗だな、本当にいいな。こういう馬本当に好き。てか真っ白い白馬いいよね、本当にね。あんま俺白い馬っていい思い出ないんだけど、ゲームやってていやーなんかさ、分かる人は分かると思うんだけど、スターホースっていうゲームやるとさ、白馬イコール弱い馬だからさ少ないんだよな。あれなんかこの辺収集品なかったっけ、ないんだっけ。ないならないでいい。よっしゃ、あるから回収行こう。ちょっとね、今回まだ行きたいところが、このね、あの風峰神社っていうに行きたい。なぜかというと、ここの神社、あのなんだ、このアイテムが手に入ってからじゃないといけないところなんですよ。どういうことかっていうと、もういけないじゃないですかで、こうやって登ってくんだけど、この時点でもうね、ないとできないから、どこだ、こっちか。たまにこういうとこ入ってさ、出らんなくなんだよね。出れたわ。よっ。あ、いけんじゃん、直で。ちょっと待って、ジンさん、ジンさん、戻って。おっ。これどこ行くんだ？こっちでいいんかな？あれなんかどん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 下ってってない？で？やべえ、くねくねしてて場所がわかんねえ。マジさ、一般人が通れないようになってるはさ、ゲームの仕様上仕方ないんだけどさ、こういう山々を登ろうとする巫女もすげえよな。祈りを捧ごうと思いましてとか言ってた人いたじゃん、一番最初。あそこやぞ、だって無理やろ、普通の人間には。よいしょ。インさんだってちょっと間違ったら死ぬ高さだよ。よいしょ。あら、よいしょ。よほーらしょ。いや、うま俺。まあ、こういうゲームよくやってるから、アンチャーテッドとかみたいな。アンチャーテッドもこういうフックショット使ったやつを、はい、オッケー、これで終わり。やったぜ。
まあこれはうん、本来なら裏でやっとくとこなんだけど、今回はせっかくアイテムを手に入れたんでやっとこうかなと思って映しています。なんじゃこりゃ、なんか珍しいやつもらった気がする。どれだ、これか、アマテラス。敵を倒すと体力が中程度回復する。あ、強っ。でもね、入れるスペースないんだよね。あ、でも体力の回復量が 7.5 とかってやついらないか。これをさ、こっちにしちゃえばさ、HP が回復、敵倒すだけで回復するんだから、これでもういい気がする。うん。相変わらず景色がいい。さて、それでは今回はこの辺で終わりにさせていただきます。多分ね、次回あたり本当に取りに行くことになるんじゃない、取りに行くっていうか金田の木に行くんじゃないから、金田の木からおじうえをお救いするための道具と仲間が揃った、討ち入る前に小松でユナに会おう。はい、すぐもう志村さんは見えてきてるわけですね。それでは今回はこの辺で終わりにさせていただきます。また次回、動画の方でお会いしましょう。ありがとうございました。っていうか、障子越しの闇討ち次回の褒美じゃん。